BMW6 シリーズはその初代モデルが1976年に発表されました。そのエレガントで美しいスポーティーなデザインは世界一美しいクーペと称され、ラグジュアリークーペの一時代を築きました。今日では第3世代となる BMW6 シリーズは2ドアクーペ、カブリオレが販売されており、今日発表する6シリーズグランクーペが新たにラインナップに加わるものです。6シリーズグランクーペは BMW 初の4ドアラグジュアリークーペです。スポーティーかつエクスクルーシブなクーペのキャラクターと4ドアモデルの快適性、機能性を融合したモデルです。その特徴についてご説明いたします。まずはエクステリアデザインです。中でもサイドから見たデザインがこのモデルの特徴をよく表しております。長いエンジンフード、キャビンから後方に優雅に流れるルーフライン、2ドアクーペとは異なるエレガンスを感じていただけると思います。そしてフロントホイールアーチ後方から後ろへ力強く流れるキャラクターライン、これはサイドビューを一層伸びやかに見せる効果があります。そして後ろまで伸びたサイドウィンドウが後席の広さ、そして開放感というものを表現しています。フロントデザインでは BMW 伝統のヒドニーグリルがワイドな形状で低い位置に配置され、左右いっぱいに広がるバンパイアインテークとともにこの車のワイドなスタンスを強調しています。左右の LED フォークランプから内側に伸びる L 字型のクロームのバーはフロントデザインにさらなる立体感を与え、さらにヒドニーグリルを際立たせております。ヘッドライトでは BMW 伝統の丸型4灯ヘッドライトが LED リングで表現されております。そしてヘッドライト上端を走る LED アクセントラインがフロントデザインを一層精悍なものにしています。リアのデザインでは大きく張り出したリアボイルアーチが目を引きます。後輪が台地をしっかり捉え、巨大なエンジンパワーを確実に路面に伝えることを暗示しています。そして BMW のリアデザインの特徴の一つである L 字型テールライトはワイドな形状として左右に配置されたエキゾーストテールパイプとともに車を一層ワイドに見せています。インテリアデザインの特徴はドライバーオリエンテッドなデザイン、つまりドライバーの操作性を考慮するとともに運転への気持ちを高めるデザインとなっております。またダイナミックなラインが助手席をも包み込み、エクスクルーシブな雰囲気を演出しています。リアシートには十分な空間が確保されておりまして、フロントから続くダイナミックな曲線で包まれております。そしてフロントから同様につながるセンターコンソール、これとともにやはりエクスクルーシブな空間を演出しております。リアのシートは独立したデザインでスポーティーに見えると同時にホールド性に優れるものです。リアシートでは中央にもシートが用意され、必要に応じて3名までの乗車が可能になっています。トランクルームは460リットル確保されておりますが、分割可動式のリアシートを採用しておりますので、より大きめの荷物というものを搭載する際にも利便性を高めております。なお、ここでインテリアのところで紹介しました画像は BMW インディビジュアルプログラムと呼ばれるオプションプログラムにて設定しているインテリアの仕様です。上質な南ドイツ産の本革を使用したシートトリムなど、お客様のこだわりにお応えするオプションプログラムです。そして BMW エフィシェントダイナミクス、これはただの環境技術ではありません。最小限のエネルギーで最大限の駆け抜ける喜びを提供するという BMW の理念です。この理念に基づいて開発された技術は数多く、スライドにも映っておりますように数多くありますけれども、その一部についてご説明差し上げます。まず 650i グランクーペに搭載の V 型8気筒エンジンは新開発のものです。450馬力の圧倒的なパワーを発生し、一方で従来の V 型8気筒エンジンに対して燃費も 16% 改善しております。BMW エシエントダイナミクスの理念が確実に具現化されていることがお分かりいただけると思います。 640i グランクーペの直列6気筒エンジン、こちらは320馬力というハイパワー、一方で燃料消費率は 12.4 キロと優れた値となっており、エコカー減税、エコカー補助金の対象となります。それ以外の技術といたしましては、8速のオートマチックトランスミッション、そしていわゆるアイドルストップ、エンジンオートスタートストップ機能、また減速中に放出されるエネルギーを電力として回収し、加速時に利用するブレーキエネルギー回生システム、これらを標準装備しております。続いて走りの性能、ドライビングダイナミクスです。6シリーズグランクーペはフロントエンジン、リアドライブ、後輪駆動、これを採用しておりますので、ピュアなステアリングフィールが得られます。また前後重量配分を理想的なものとすることで、高い俊敏性を実現しながらも、車の挙動は極めて自然であり、スポーティーな走りを存分に堪能いただけます。その上で先進のシャシー制御技術を採用し、スポーティーな走りと快適性というものを両立しています。例えばインテグレーティッドアクティブステアリングは、ステアリングの操作量、車速に応じて前輪だけでなく後輪の打角も電子制御し、高速での安定性とタイトなコーナーでの取り回し性、操作性を両立させています。そして装備類です。標準、ここに挙げましたのはあくまでも主な標準装備でございますが、レザーシートやウッドインテリアトリム、また革新的なハイドライブコントローラーで操作するナビゲーションシステムなど、充実した内容となっております。お客様の好みに応じて選択いただけるオプション装備も多数ご用意しておりますが、中でも M スポーツパッケージは他の BMW モデルでもご好評いただいているオプションパッケージです。専用のエクステリア、インテリアパーツで6シリーズグランクーペのスポーティーさを一層強調するものです。